久保さん、今回 YouTube のチャンネル登録を増やす方法とかにしましょうか。さっきですね、僕動画撮ってたんですけども、なんか今現状としてチャンネル登録がですね、4400人行きまして、まあ僕100人増加ごとに動画撮ってるんですよ。100人増加したことにね。でも、ちょくちょくですけど、もうちっちゃいビビたる数ですけども、増え続けてるんですよね。そう。う <laughs> 本当に、亀の、 蟻のごとく、亀のごとくじゃないですけど。そう。なんか久保さんはね、ちょあの、直近で100人ぐらい、まああのね、ショート動画もバズってるんで、まあ結構増えたと思うんですけど、僕はね、あんまバズりないので、バズりないけども、ちょっとずつねあの、お客さんの思考の中にはバズりは起こさせてるんですけどね。だからもうこ熱狂的なファンをね、ちょっとずつ作ってて。<laughs> 一般的に目に見えるバズりはないけども、お客さんの中での僕の、 バズりはあるだろううなっていう <laughs> そうでこの前ねそのこあのなんだ、高額な商品売りましたけども、久しぶりにね、で買っていただいた人とお話ししてて、あのまあ、吉谷さんの、ね、動画をこう見ていく中であの、この人だって思うようになって、いつの間にかそうなりましたみたいな <laughs>。1本あたりの再生数少ないですけども、まあ、何かしら影響を与えてるかなっていうね、少ない人ですけど。 だからまああの、なんすかね、あの、まあいろんな概念をね、あの、知って、まあ続けるっていうことがまあ本当に、続けるだけじゃちょっと難しい部分はもちろんあるんだけども、やっぱ基本軸としては続けるっていうのがもう大事かなと、うん、思いますね。まあその、なんだ、例えば前、その今年かアントニオ猪木さんが亡くなってから亡くなった、あの、亡くなってからの、 ちょっと経ったぐらいの時はあの猪木さんの動画ってめっちゃ回ったんですよだけど多分5年後10年後20年後30年後って考えると多分続けもう続けられないわけじゃないですかだから新着の動画アップロードされないのでじゃあその再生がどんどんされるのかっていうと難しいですよねただ日々コンテンツがあるっていうことだったらある一定の視聴率は取れるでしょうけどもやっぱやめちゃうと結局もうね番組が終わりますってなると 視聴率はゼロですからね。なんかあの、朝のスッキリが12年続いて、それがなんかやめ終わるらしいですね。スッキリが。で、それがなんか TikTok で見たんですけども、その、加藤さんのギャラがなんか1回80万ぐらいらしいんですよね。まあそれは本当かどうかわかんないですけど。で、月に換算すると、まあ1000万、1000万ぐらい。 だからその、だからその、スッキリのアナウンス、司会だけで1億ぐらいギャラがあるっぽいですけどね。<laughs> で、高額すぎるみたいな。<laughs> 高額すぎるんだけど視聴率があんまり、まあ今伸び悩んでるみたいな。なんかそういう背景があるっぽいですけどね。でもまあ終わるんだったらもう終わりですよね。うん、そこから伸びしろはな全くないですよね。視聴,そもう視聴率は取れないと。 僕は続けてるんで細々とですけどずっと視聴率は取り続けてるっていう, <laughs> うんまあ久保さんもそうだと思いますけどね、まあ、ずっと続けててるからこそ今回のショート動画みたいな当たりも出てくるし、まあ、僕もねまあ来年から本格的にその YouTube のショート動画が収益化になるわけじゃないですか今は多分いくら再生数上がったとしてもあのショートの収益って多分ビビたるもんだと思うんですよ今はもうちょっと収益 ももらえるる部分もあるとは思いますけどただ本格的になってないんで多分少ないんですよね。で、来年から本格的になった場合はちょっと僕もショートね、そこから力入れようかなと思いますね、うん。ただショートの動画で商品売るっていうのは結構難しいんでリーチは行くけどね。うん、だから今現状としてショートやる場合はショートをやって少しでもリーチ広げてメインのコンテンツ見てもらうみたいな話ですね。でもそのショートもちゃんと収益化になれば、 リーチも行くし、そこの広告収入も得られるんで、仮にそのメインのコンテンツに来なかったとしても、そこで稼げますからね。うん、だから僕みたいなね、人はいくらでもショート作れますからね。<laughs> ねら久保さんがあの銀行の ATM 当たったんだったら、そういうね、100本ぐらい撮ればいいじゃないですか。毎回 ATM 行って <laughs>。金持ちになる瞬間みたいなね。<laughs> いくらでも撮れますよね。でも動画撮ったことない人は取れないあんま撮れないだろうし。 うんはい、い,いってらっしゃい。